ミブナは、アブラナカアブラナ族の一年草である。京都府原産のミズナの一品種、軽野菜の一つで、軽の伝統野菜に認定されている。京都は、海産物の入手が困難だったため多くの軽野菜が作られた。京都市内のミブ地区で栽培されていること由来する。成形図説には、ミブに産するものとして、ミブナの子が使われており、この頃から、 水菜と区別するようになったと考えられる。マルバ水ナとも呼ばれる。また京日菜とミブナを合わせて水菜とすることがある。北村史郎は水菜をブラシカラッパバリエーション、レイシーニーイホーリアとし、そのアヘンシとしてブラシカラッパバリエーション、レイシーニーイホーリアサブバー、アブランキアライチと命名した。また俗名ブラシカはニルノイで、シノニムのジャポニカは日本のという意味である。 ミブナとミズナ植物体はかすかにお城帯びる。根はあまり肥大せず、細いネバを多数生じる。分血は汚性で余計の基部は耳状にならないが茎を抱く。花は萌え木色で直径1センチメートル程度。4枚の花びらは十字毛ではなく2枚ずつが近いより、茎形に近い。ミズナとの違いは葉が強調楕円形あるいは強調東乱型で。 結クがないことだけである。水菜との違いは大きな株となること、加工が長く花びらが今日長いことが挙げられる。現在でもほとんどが京阪神で栽培されている。京都付近では秋に苗床に発種し、晩秋畑に定食して管理する。体感性が強く、旬は冬から春。独特の香りと辛みが特徴で霜に当たった方が品質が良い。ほとんどが 漬物用として利用される。京都府特産の千枚漬けに青みとして利用されている。煮物や雑煮にも使われる。刃先の伸びたものが柔らかく、良品とされる。ただし、出店の標準原色図完全収有用植物では水菜、菜ともに学名をブラシカジャポニカシーブとしており、補足として北村史郎博士は京縄ブラシカラパバリエーション。 デイジーイー・イホーリア・キートムと命名し、ミブナはサブバーン・アブランキアラタ・キートムと命名して特別している。としている。ありがとうございます。